コテネターチャンネル。みんな楽しくバトルやってる？さて今回は今日がコテネタゴールデンウィークスペシャルの最終日、ラストクリップはタイタンのハイムダル。久しぶりに出撃してみようって思いバトル数戦。これってやっぱりコントロールが相当要求されるね。使いこなせない。エボラが4つ揃ったんで、これはかなりのダメージ入るぞって考えて、イメージとしては5キルくらい一気にいければいいなーってね。そんな感じで臨んだけど、確かにダメージは強烈で、アンティマターは1つだけで、他の3つはリペアを搭載しててもこの威力です。ダメージは想像通りだけど、移動スピードと耐久性、これが問題でした。まあスピードはまだしも、耐久性については回復力あっても防御緩和がなきゃ今の時代って感じだね。なのでよほどコントロールがうまくなきゃ、これを展開してそれなりのダメージとキルを稼ぐことは相当難しいなって、そんな感想でした。もちろんそれなりに想定もしてたけどね。このクリップでも一番うまくいったバトルなんで。そういうわけでハイムダルって高出力って魅力は十分にあるけど、使いこなせるってことではコントロールに自信ある方じゃなきゃかなり苦戦するタイタンだってことの再確認でした。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。